はい。シャダーダの祠。シャダーダ。場所は、スレミーの小屋のすぐ近くですね。ちょっと隠れてるところ、くぼんだところにある祠。祠というか、本当の祠ですね。祠の中にある祠です。はい、早速行きます。はい、降りてきました。はい、あそこがゴール。隠された赤い壁。赤い壁ね。赤い壁。何のことか。あそこにボールを入れると。これ風でボール転がしていくやつかな？ね。まあ、このボールをここに入れたらいいだけですけども、これを、これが邪魔してるのか。ちょっと置いて、おお、すごい。これマグネキャッチかな。これどかすと。そうすると転がっていくと。行き過ぎるのか。そこ止めたいけども、これなんや。結構これあれな、タイミング。あそこに宝箱があると。それが空いてるうちに、ここを手で投げ込んだらあかんのかな。ちょっと一回やってみよう。投げるね。R ボタンで投げる。これ入らない？まさか。いけるやん。いけたけど。そう。 ちょっと待ってよ。そこ入れると、まあいいか。自分が行かないといけないもんな。隠された赤い壁。ここね。間違えた。あの宝箱。おっとっとっと、危ない。ここどうやって取るんかな。隠された赤い壁。で、行きたいのはあそこやね。あそこの高さに上がるには、そうか。あれが今上がったもんな。あれで上がらなあかんのか。やっぱボール転がしていかないとダメよね。そういうことか。あそこ乗らないとダメと。あそこからボールを転がすと。ちょっと待って、戻れるかな。よいしょ。
ここやもな。これが上がったから、まあ、ちょっとここに置いておいて、こいつをどないかせなあかんのか。これを、ここで止めると、この辺、あ、これどうですか。赤い壁の意味がちょっとわからないけども、これでいけるんじゃないですか。ちょっとやってみよう。あ、いたいた。投げる。さあどうだ。転がって、こっちに転がって、あ、落ちた。あー、そうか、それはタイミングか。ちょっと今タイミング見てなかったな。もう一度、ちょっと投げるタイミングが難しいな。わからんな。ちょっとわからん。やってみようか。こういった、あ、いいんじゃない。あ、無理か。あー、もう一回ちょっとちゃんと見てやろうか。あれがちょうど、動く床が閉まった時に投げてみましょうか。投げる方向はこっちね。あれが閉まった時に投げる。ちょうど行ってる間に。OKOK。これでいいでしょう。あっと思った。これ何？これか。赤い壁ってこれのことか。そういうことか。で、これ、ここ隙間空いてたな。やっぱり無理か。そらそうですよね。こうね。こう、ちょっと難しいな。しっかりちゃんと置いて。うん。これでいいでしょ。どこ行った？よし、これでいけそう。はい、こっから、ちゃんと向こう向いて、壁が閉まった時に投げる。あれ、ちょっとさっきと違うぞ。遅い。いけるかな。あ、オッケー。これでいけるでしょ。これで上がると。よし。はい、OK。OK だけども、宝箱は？あそこの宝箱。届くかな、こっから。距離的に。ここの上行きたいな。こっから行けるかな。ちょっと行ってみようか。無理っぽいけど。あ、全然無理か。全然無理やん。あ、これは、あ、これで行けました。普通に行けた。難しく考えすぎた。氷雪の体験。あ、持てた。よーし。じゃあもう一度。あ、
これを持ってこう抜け出るための穴か、こうね、このための穴でしたね。よし、はい、あのカーペットが閉まった状態で投げる。すごい暴れるな、すごい速っ。 OK、OK ですね。 OK、 はい、じゃあクリアします。はい、クリアです。はい、克服の証ゲット。